出ました、予防歯科。虫歯と歯周病は歯周病から根絶できる、完全になくせる、しっかり。もうボロ儲けしたろかぐらいの勢いだったわけでしょ。それが様々な業種の方をお呼びし、エモなお話を伺うリブライフ。本日は西東京市、藤井薫歯科よりお送りしております。というわけで本日のゲストをご紹介させてください。あなたは自分の歯に自信がありますか？欧米における歯の価値観は非常に高く、その人の育ち、教養、自己管理能力の象徴として見られ、歯で人は値踏みされます。現在日本では5万件あるコンビニの数を大きく上回る7万件の歯医者が存在しています。多すぎるとよく言われます。しかし日本における歯の価値観の低さを考えると決して多いとは言えません。本日のゲストはそんな日本人の歯の価値観を根底から変えていきたいと考える歯医者さんです。藤井薫歯科医院院長、藤井薫さんです。どうぞ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 。で、あのあんまりこんなに俺藤井藤井言うことないんであれなんですけど、多分見てる人なんとなくわかるかもしれないですけど、あのうちの姉です。はい、最初に簡単にプロフィールのご紹介からさせてください。1971年12月10日東京生まれ、幼稚園から私立川村学園のエスカレーター式女子学校で高校まで過ごし、明海大学歯科部卒業。資格取得後はかぶせ物などを専門とする科に残り、その後一般開業医に勤務で、東京市にいて人員を開業、今年で10年目となります。とどうよ最近最近どうですか？絶好調じゃないかと思います、ね、よく言われるんですよ、あのお姉さん見ましたって言って、あの電車に乗ってるとひばりが丘、大泉学園保谷に行かれた方は、西武池袋線に乗ると、あのうちの姉の顔がドーンとありますので、あの落書きでもしてもらえると今年からバスラッピングが始まると思う。何バスラッピング？バスは。あ、すごっ。あれでブーって走るの？あ、すごっ。じゃあバスラッピングのあれも何、姉貴の顔がつくの？お、バスラッピングにうちの姉の顔の鼻の下に鼻毛の線描いた方は、あのツイッター上に載っけてください。そんな姉と本日は、これから4回にわたって、喜怒哀楽のお話を伺っていきたいと思います。というわけで本日は喜の会。そもそもなんでこのなんだ西東京市にしたの？もう元々大きくやる椅子が2台とか3台とかしかない歯科医院をやるつもりじゃなかったんで、大きいところを探してた、折り合いがつくところがこの辺だったんで。だ、練馬で探した。あの私たち練馬が出身なんじゃない？いや俺違うよ。俺違った。あんな、なんか田舎者がいっぱいかいるとこ。いや隠してない、ね、練馬大好きですよ。練馬出身だから練馬でやりたいって最初思ってたんだけど、はい、なんでそもそもその大きなとこでやりたかったの？ずっと予防歯科をやりたいっていうのがまずあったんで。出ました、予防歯科。はい、予防歯科、俺ら一般ピープルからするとなんかよくわからないし、なんかめんどくさい感じの言葉が出てきたけど、あのちゃんとじゃあ一応聞きますか、説明を。予防歯科とは何なのか。俺らはとにかく歯は悪くなったら治療してもらえればいいと思ってるんですけど、一番の理想は何なんですか？虫歯にならないことなんて可能なの？可能。保健所では虫歯と歯周病はもうその地球上から根絶できる、完全になくせるものだっていうふうに言ってるぐらい、もうなくなろうとしてる、なくせる疾患。これってスウェーデンの話なんだけど、スウェーデンももともとすごく虫歯が多くて、でも国がその虫歯にならない環境を作るっていう考え方にスイッチしたの、それで政策をガラッと変えたらすごく虫歯が減って、今じゃあ予防大国みたいな感じで言われてるけれど、虫歯はなくすことができる。それは治療してなくすんじゃなくて鼻からなくしていく。
でもあれじゃないの、その歯医者さんたちの言ってることっていうのはちゃんと食べ終わった後、朝昼晩ご飯の後は1時間半磨きなさいとかじゃないの？ご飯の後1時間半も磨かないでしょ。本当だから俺らはそれできないから。どれくらいの効率よく磨けるようになれば何分でもいいわけじゃない。磨き方なんだ、長さじゃないんだ。長さじゃない。で、姉貴たちの言うその歯医者たちの言う根絶っていうのは、その根絶のメンテナンスってどれくらいで言ってるの？それは本当にリスクが低い人だったら1年に1回とか。お、1年に1回。じゃあ1年に1回のメンテナンス でしかも10分以内のブラッシングで、虫歯を完全に、根絶するということは可能だってこと。可能だ。ただその人のリスク、もともと持ってるものがあるんで、それを最小限にする必要があるから、このターゲットはできればどっちかというと子供、子供たち。大人じゃないんだ。散々治療しちゃってて、散々効かなくなっちゃってて、タバコもやめれません、酒もやめれません、食もやめれませんなんて人には、歯ブラシとメンテだけで虫歯がなくなりますよとは言えない。じゃあダメじゃん、もうそれなんかお先真っ暗じゃん。いやいや、もう YouTube 見てる世代はみんな お先真っ暗じゃん。じゃだってね、根絶のなんかこう、その政策に俺らも乗っかりたいとか思ってはもうある意味遅いんでしょ。でも遅い人も、でも遅くない人。ああ、じゃあそれを確かめにまずは藤井香織歯科に来いと。私に来たら待っていい。うちじゃなくて、もうでもまあうちの姉はそういったところの志でやってるということだよね。だから好き勝手、生活をしながら歯が時々痛くなって、あ、いて歯医者行こうっていうライフをやめさせる人生にさせたいんだよね。そのためにこの歯医者さんをやってると。でそれは、可能ですよということなんだね。さあ、そのこれからその4回にわたって本当に可能なのか、この藤井香織という医師は本物なのか、ペテン師なのかっていうのを俺がペテン師なのを暴いていきたいというふうに思ってます。そういった中で、まあ、お姉様がやってた中で何か喜びにまつわる話ってあったりします？そんな中でだからこそ予防歯科をやっててすごく気につながるなって思うことは、たくさんの人と関わり合いができたこと。今までだったら痛い時しか来ないし、治療したら終わりだし、さようならだった人たちが定期的に来て、そうすると人生も見えてくるのよ、お父さん、お母さんが来るようになったり、おじいちゃん、おばあちゃんが来るようになったり、それこそ子供が来て、孫が来て寝るんだ。でも俺が知りたいのはどちらかというと、いつそのなんか姉貴がそのね、その本当こうユートピアじゃないけど、その虫歯がない世界を実現するために何とかしたいっていうマザー・テレサのような価値観になったきっかけの方が興味がある。だって最初はそんなのじゃなかったわけでしょ。普通に歯医者やってボロ儲けしたろかぐらいの勢いだったわけでしょ。それがそれがいきなりマザー・テレサになったわけじゃん。そのきっかけは何だったの？誰がこんな特集作ったの？オンエアできなくなるんですか？ゴシップネタは報道では難しいかな。今再編集の準備を始めてます。じゃあ再編集は行われてる？はい、その担当は西さん。俺？あ、俺ですか？え？まだやってないの？やらせてます、やらせてます。だろ？はい。じゃあ大丈夫ね。この特集は日本国民の命がかかってる。みゆちゃん、開かないんだけど。開かないってことは誰かが外から鍵かけたってことでしょ。閉じ込められたってこと？特集を再編集するって誰の命令？報道部から。これどこで編集してるんですか？私に言われても。そもそもこれは誰の指示なんですか？あなたの責任は問題なくオンエアすることよ。でも起きたら誰が責任取るの？私は関係ない。ここから出してくださいよ。私がそっから行くから。猿には見せていいものと悪いものがあるの。
結局は人工的なものなわけ、うん、すごく綺麗になって喜ぶ人もいるわけじゃない、うん、で変な話その虫歯でなくても例えば歯の色が汚いとか歯並びが悪いとかで削ってかぶせちゃう人もいたわけじゃん、うん、まあ、今もいらっしゃると思うけど、うん、それって本当に正しいのって思いながらやるわけよ。だからすごく歯を大事にしてほしいなって。やっぱり歯を大事にしてくれない人が多すぎる。来たらすんごい汚くてドブみたいな口の中してるのに治療してくれっていうわけじゃん、うん、虫歯の治療してくれ、うん、歯痛い。いやこのドブみたいな口の中きれいにしないと、どうせここきれいにして直しても1年後にまた虫歯になってるよっていう、出すとこっちの仕事も無駄じゃない、うん、無駄な仕事で、かつ患者さんはそんな状況なのに1年後に来た時にお前がやったやつがまた悪くなったっていうわけじゃない、うん、それもちょっと腹立たしいことで、うんうんうん、だからそもそもそういう日々を過ごしていく中で、いやこういうことじゃないだろうって歯医者がやらなきゃいけないことって思うよね、うん、じゃあなんとかこうなる前になんとかしなきゃと思ったんです。なんか多分まだ俺話しててもよくわかんないのは、その多分ね、予防歯科っていうものがよくわかんないんだよね、まだね。なんか歯医者行くことと予防歯科の何が違うのっていうのが分かってないんだろうな。まあ車と一緒なんだろうなと、例えばじゃあ車と同じでメンテナンスを定期点検3ヶ月に1回とか点検してれば、まあ車は故障しませんというのは分かるけど、でもじゃあ結局そこってお金と時間のとのバランスだから、そうだからみんな車を3ヶ月に1回定期点検させに行くのがめんどくさくなっちゃってみんな行かなくなるっていう、新車の最初の1年だけ行くけどだから多分それと同じなんだと思うんだね。何もないのになぜ行かなきゃいけないっていう。そうだからね、すごくハードルが高い。そうなんだよな。だからその何もなかったことに対して感謝はしないのよ。痛かったことを治してくれたら患者さんは感謝をするんだけど、痛くないものを定期的に見てて何も起こらないことが10年続いても、その人は感謝するかって言ったら一部の人は感謝するよ、ここに来て本当に良かった、でもほとんどの人は多分感謝はしないと思う。だよね。そう、だからそこには私たちは自分たちのもう自己満足的な感じでやるしかなくて、で患者さんは患者さんでそうなんだよね、その理解をしてくれる人をどれだけ増やせるかというところになります。でもまあ、でもこういうちょっと動画を見てもらって、ちょっとあなんとなくちょっと予防歯科をちょっと、まあ車のメンテナンスっていうことなのかっていうところを皮切りになんか考え始めてみてもらえるとちょっといいんじゃないかなというふうには俺は思います。ということで、次回は、喜怒哀楽の怒りにまつわるお話を、お伺いしていきたいというふうに思います。プライドの持てる仕事をリブ大です。